さあ、それじゃあスーパーマリオメーカー2の続きやっていきたいと思います。さあ、今回のコースはこちらというか PPHW02YYG で、なんかちょっと覚えやすそうなコース ID でちょっと羨ましいとこですが、じゃあやっていきましょう。はい、さあ今回のコースは、さあリンマリオさんの作られた初めてのスピラン20秒と、うん、さあリンマリオさんは初めてコース依頼を受けるんですけど、1%、3000回プレイされて30回しかクリアされてない、マジか。スピラン初作成、3秒くらい余裕があるので多少ミスしても平気かもって。それ多分時間的な余裕はあるけど他の意味でかなり難しいのではこれはマジか、やばくない、やばくないっていうか普通にやばくないうん、さあ時間に余裕があるのはいいんだけど、テクニックがかなり大変そうなところあるから、ちょっとこれ先に詳しく見ちゃっていいかなね。なんか見ておかないとかなり苦戦しそうなのでちょっと見ましょう。140人プレイされててあれしかクリアされてないってやばくない。さあやばくないっていうのはちょっと飛び出てますけど、あ、結構なんていうか高さがありますね、高低差というか。まずは斜めのところを走っていって一旦下がって上に出てみたいな、なかなか高低差が激しい感じですけど、13秒でクリアできる、本当に、マジか。まあじゃあちょっと頑張ってみましょうか。じゃあ気合い入れていきたいと思います。っていうかね、今回リンマリオさんからプレイしてくださいと言われてるのがスピランシリーズって言って、20秒でクリアするコースを4つぐらい依頼されてるんですけどこれ全部この難易度だったらやばくない。まあでもやってみましょう。はい、さあ初めてのスピランというからには初めて作ったんだろうけど、何もそんなに難しくしなくても。さあまずは、おちょっと待って、あのバネ、ちょっと待って、あそこで死んでるの少なちょっと待って、なんか思ったのと違う。おお、ほっ、ほい、どういうこと。あ、なるほど、ダメージ受ける。どういうこと。まずこれを待つ、待たなきゃいけないから、余裕があるっていう話だから、この辺りはまあまあ普通にいけるのかな。相変わらずこの狭いジャンプ難しいんだけど、もうスピードランではなんか定番のこれだけどさ、これだけで俺はもうすごい難しいんだよね。あ、でこれもうアウトじゃん、アウトじゃんこれくそ無理、ここで死ぬ人多分そんなにいないと思うんだけど、まあしょうがない。えい、あ、そこそこいたわ。よっ、よし、結構早めにジャンプした方がいいんだね。よっ、あたー、やっちゃった。結構顔出すのが早い。よっ、よし、さあ時間がない、時間がない、ふう、ほっ、あれ、ちょっと待って、今なんか普通にできなかったな。ヒップドロップできない高さとかあるの。うん、下方向にちょっと隙間がないとヒップドロップが、あれー、なんでそこに引っかかるおかしいなー。さあしっかりと、あー、よかった、うん、オッケー。さあダメージを受けて、ほっ、おー、なるほどね。ほっ、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 あー、ちょっと待て、あー、そこのスイッチか、しまったすぐ始まるから。よっ、うん、スピードランコースってやっぱり基本的に難しくて、誰もがこうダメージ受けちゃうんだけど、ダメージ受けちゃうっていうか最初の状態でまず死ぬっていうのが定番なんだけど、あー、やばい、ミスった。よっ、おっ、さあここジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、あー、ここミスった。時間的にもうあの状態でクリアできそうだから、まだまだいけるそうな気もしなくもないような。おおおいって投げる、よし。でここあえて、あー、ちょっとこれって放っとけばいけるのかな。オッケー、さあそしてポンポン、おいで投げる、でここで待つ、あ、待ってちゃダメなんだ、うっそ、もう一回で跳ね返って、あんまり速くなんないや、うん、普通に行った方がいいのかも。でここも安全に前に進んで、よし、おおおおおい、ここ結構難しいの。さあ時間的な余裕を持たせていきたい、でもテクニックも厳しい。よっ、よっ、なあでもいけそうな感じ、うん、最後なんかパウ投げがうまくいけばみたいな感じですかね。うん、
今もあれだな、途中でキャンセルすれば早く行けそう。よっ失敗した。カッコつけたから。ふう、よし、ぼぼほいで投げて、あ、おお、まあいいか。よっ、ほい、いろんなこうタイム短縮の方法があると。おお、なんだ、気持ちいいじゃん。さっというわけでなんとかクリア、よかった。確かに5秒くらいは余裕があったかな。うん、やっぱりテクニック結構使って大変だったけど、うん、さあなんとかクリア。うん、大変だった。これはコメントしておこうかな。ありがとうっていうコメントはどういうコメントなんだろう。みんな結構スピードランコースって好きなのかな。結構厳しくて大変だと思うんだけど、世の中はなんか意外なものが流行るというか、大変きついプレイもみんな喜ばれるってことかな。どういうことみたいな。確かにちょっと最初どういうことって感じだけど、スピードランコースによくあるあのなんていうか、フラワーがたくさん並んでるところはなんかあの、いわゆるここはスピードランコースなんですよっていう、そういうアピール的な意味があるのかなと思いながら、うん、僕はどういうことにしておこうかな。うん、途中あの P スイッチを投げるところもそうだけど、これ一瞬どういうことだろうって思わせつつ、すぐ、あ、なるほどねとなる、そういうところはスピードランの面白いところですよね。まあもちろんあの、なんだっけ、マリオチャレンジとかでは出会いたくないコースではあるんだけど、こうやって何回もプレイできるとこだとなるほどと楽しめるはずです。うん、これはニコニコで行こうかな。よし、オッケー、よし、じゃあ一旦戻りましょう。さあ、だいぶミスしましたけど、多分あの途中でね、なるべく時間を短くしようと思って余計なプレイというかテクニックを使おうとしてだいぶやられちゃったから、それを差し引いて安全にプレイしていけば、まあ20人ぐらいでなんとかみたいなところあったと思うけど、まあでもスピードラン系のコースは最初わって感じでやられちゃうから、それだけこのクリア率が自動的に下がっちゃうところがありますよね。なかなかこうマリオって結構走るの早いからさ、その画面に物が入ってきた後に何すればいいんだってこう考えるだけの余裕がもう俺、おっさんの俺にはなくて、その間にね、わたふたとやられてしまうパターンも多かったんですが、まあでも、うん、スピードラン系はそういう勢いでやっていくっていうところがあるから、そういうところはすごく楽しいというか盛り上がれるんじゃないかなと思います。さあもう一回詳しく見ていきましょう。うん、クリアチェック時間も15秒ぐらいだから、まあ俺がやったのと同じぐらいってことなのか。うん、なるほど。これを13秒とかで出せる人はなかなかすごいですよね。それがまあでもかなり難しいよね。まず例えば最初バネ振ってくるけどさ、あのバネに触るところも一番右ギリギリにして、でジャンプして、次、ああそう、多分だけど、あの最初フラワー踏んでジャンプしていってお尻が刺さっちゃうってのは、多分俺があの右をちゃんと押し続けてないから刺さっちゃうと思うんですよね。あれは多分設計的には多分そんな問題はないんじゃないかなと思ってますが、で、あのヒップドロップ、あれがさ、あのこうお尻ギリギリに何か違う物体があるとできないっていうことが今回改めて分かったので、しっかりとこう高さのあるところまで出た後に下入力を目押しでバシッと決めていく必要があると。で、ブロックを破壊した後にそのままこうヒップドロップを維持するか、途中で解除して横のバネに当たるとか、そういう考え方もありますよね。で、その後左の方に行くわけだけど、あの P スイッチを投げてドッスンに踏んでもらうっていうところ、あそこ結構もっと早くできないのかなと思ったりもするけど、どうなんだろう。なるべく引きつけて投げる、いやでも高いところに投げた方がおそらくドッスンも踏めるのかな。それかあの最後にやったみたいにマリオがこう下に入ってジャンプしてこづいてちょっと高いところでドッスンに踏んでもらうとか、そういう細かいテクニックを使っていけばクリア時間が短縮できるのかなみたいな、いろんなこと考えちゃいますけど、最後どうなんだろう、ボム兵に対してパウブロック投げるとこ、あれはあのやり方で合ってたのかな。パウブロックを先に投げるよりか何かテクニックを使うとか。でもパウブロック投げておかないと下がらないからダメだよね。あれは最後のアプローチの仕方がよくわからないけど、まあでもとりあえずクリアできたからいいでしょう。さあというわけで、まずは一つ目がクリアできた。これはリンマリオさんのところから行っちゃった方がいいのかな。さあ投稿したコース、わ、かわいい。うん、テレサのテレ帽子すごくかわいいですね。お、さあ結構作られてるんですね。結構作られてるっていうか、あれ
あの右のトラックバーがめっちゃ細かく動くんだけど、すんごいいっぱい作ってる。おー、すごい。これだけ精力的にコースが作れるってなかなか大変なことですよね。下から見ていこうかな。お、これか。他にはさあ、いろいろとコースがありますが、次のコースは、猫用アトラクションと書いてあるから、さあどの辺かな。しかし本当にコースがいっぱいあるから大変。うん。お、キャットラン、これっぽい、どうなんだろう。ちょっと見ます。コース ID が T15-FLY-LTF。 お、合ってるね。よし、さあこれやっていきましょう。さあキャットラン20秒。猫マリオの固有アクションを駆使してゴールを目指してくださいと。Aim for the goal using… あ、これを読まなくてもいいや。俺読めないし。さあ、というわけで、じゃあやっていきましょう。これは何か条件付きだね。猫マリオでクリアかな。 OK、 じゃあこれは見ないでやっていきましょう。 1% ってやっぱ難しいじゃんこれ。さあ、さっき 1% クリアしたからなんとかなると思うけど、気合い入れて頑張っていきましょう。お、さあ時間がないよっと。さあ変身して、お、ふう、気持ちいいけどちょっとずれた。時間がないのがちょっとネックなんだけど、そうじゃないとスピードなんて言わないからな。ほい、よし、入れた。あれ、どういうこと。お、お、お、バッツバッツ、ひどいひどいよこれ。どういうこと。さあ待って、これ謎解きが入ってるんじゃないの。猫マリオを維持するためにはどうしたらいいんだ。ここで、待って待って、まずあそこに入ったら左の方に押し付けて、こう来たらここから猫マリオでこうジャンプ突進して壁キック。よっ、ほっほっほっ、ほいほいほい、あ、いたいたいた、失敗しました。もう一回、こう忙しいから最短ルート通ると思うとかなり難しくなるんですよね。あー、しかも溶岩付きかよ。お、さあここから左に入れっぱで、あー、まあまあまあこんな感じかな。よっ、おー、いってー。これは登っていって右に行って登っていって、ここで左に入れてないといけないっていう、これ結構罠だよね。よっ、そういうコースなんだぞっていうことを伝え、うっそ、今の角度。ほい、ほい、ほっ、よし、いいよ。ほっ、どういうことだよそれは。ほう、ふうと言って、あのオンオフスイッチはなんだ。あ、変わるのか。よっ、あれ、なんか思ったのと違うんだよな。なんでだろう。あ、高いとこまで行っちゃってるから登りきっちゃってる。すい、オッケー。よっ、うん、いてて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 、幅跳びとか普通にできるんだね、知らなかった。やり直し。よし、一瞬左に入れといてこうね。おからの、しっかりと、あー、行き過ぎた。うん、これ登りきるのが早すぎるな。ほいー、ですぐ、おあれ、登っていけないの。え、あ、壁キックするのか。2回目登りってないんだっけ。猫マリオの特性分かってないのかな。で、これを、いや、そんなことないよね。やっぱ壁登りするよね。で、多分こういくんじゃないかな。あ、そっかそっか、これどうなんだろう。先にさ、ここ思い切ってじっくり引きつけてさ、右の方に行っちゃえば行けちゃう。お、お、これをなるべく高いとこまで行って、うん、なるほど。お、うん、どうなんだろう、いけそうかな。よし、じゃあとりあえず普通にやりましょう。よっ、お、あー、しまった。いいよ、ちょっといけなかったよ。お、あれ、やっぱ登っていけないのかな。
2回目以降って登れないの？ちょっと考え方が違うか。あの登り切ってそこから普通にジャンプしろってことかな。よし、まあ、まあまあ安全策安全策。これ登り切っちゃってなんか違うどうすりゃいいんだよこれ。でここ登り切るでこうで登ってこうね。なるほど。でどうなる。あーそっちだったかで登り切ってにゃおでジャンプしてほっほっシューで左であれ左入れっぱにしたんだけどな。この後だよな。うん、うん、あそこぶつかっていけばいいだけなのか。よし、さああとはじっくりと余裕を持ってクリアできるはず。おっ、おいよっ、さあ安全策からの登り切ってよっ。これちょっと違う感じがするんだけどまあいいでしょ。おっよし、おお、おい、どういうこれかめっちゃギリギリやんさあサンクスと書かれてるけど GGCCC どういうこと、なんて書いてあった今。コースクリア的なそういう意味かな。いやーしかしやばかった最後あれどうなの、転がり体当たり的なやつの方が早かったの。あの多分猫パンチだと時間かかっちゃうから転がりでいいと思うんだけど、うん、あのなんていうのかな、ワープボックスに入った後左に押しっぱにしないといけないというかなり初見殺し的なコースなんだけど、そういうのをこうやって積み重ねていってあ最後まで行くとまあそういう感じみたいな。ちょっと何言ってるか分かんないと思うんだけどなんていうかあの結構ね、あのマリオチャレンジとかで出てくるとかなりきついコースだと思うけど、普通にこう何回も遊べるところだとまあまあ楽しいと思うんだけど結構大変ですよね。これタイムアタック熱いと思うんだけどどうなんだろう。かなり最初あの壁登ってって壁登るというか壁キックで猫マリを取った後に氷ブロックからジャンプしてなんとかあのバネまでたどり着けないかな、ギリギリ届かないみたいな感じになってるのかな。うん、何かこう高さを稼いで高いところから猫を飛びつきができればかなりショートカットできそうな感じではありましたけど、でそのワープボックスに入った後どの辺って言えばいいのかな、バネを使って入ったワープボックスの次で左の方に押しておかないと青いトゲブロックが登れないっていうところだけど、あれはどうなんだろう。普通にさ登りきりそうになったところで壁キックして右に行ってでちょっとその登ったところを利用してどうなんだろう、飛びつきの方がよりなんていうか遠くまで届くってことなのかな。あそこやり方多分違うと思うんだよね。登り切って右の方に幅跳びしたけどあそこ違うやり方なんじゃないかなと思います。でも登り切ってもいいみたいな矢印とその登り切れるだけの場所だったからね、やり方わかんないけどその辺は余裕をくれたってことなんでしょうかね。うん、まあとりあえずこれはクリアって感じかな。まあ無理でしたけどうん、これはこれもある意味ではどういうことって感じですよね。連続でちょっと申し訳ない感じだけど、うん、とりあえずこれはクリアでいいかな。うん、いいねがいいか。よし、はい、あ、な、無表情でやっちゃったまあいいか、もう一回スタートから、ここまず飛んでって、ここ最初分かんなかったんだよね。で引きつけてこうみたいな、いけそうなんだよな。ただもっと早く行かないと溶岩がせり上がってくるからかなりあの射程距離というかそれが変わってくるから、ここでダメか。うん、これをなもっと早い、これか、いやでもどうだろう、最速で登っていくシステム、これが解明できればショートカットできそうだけど、まあそういう話はまた後でやるとして、さあここ飛んでこう、ここ最初分かんなかった。っていうかそもそもこれ左に行けばこうやってなんか猫マリオがジャンプするってことを初めて知った、かなり勉強になりますよね。でここはさあこうした方がいいのかな、あーでもなんか違うな、もっと登らないといけないよね。でも今のでいい感じ、このテクニックは知らなかったからな、すごく勉強になりますが、で途中でキャンセル、これも知らなかったで
で、ちょっと登って、こう。あれ、やっぱダメか。登りたいんだよね。登りたいけど、こう、上の方に登ってってくれないのはどういう理屈なんだろう。じゃあ、結局これは登りきっちゃった方がいいのかな。あたたた、やっぱり幅跳びじゃないと頭痛いか。で、登りきって、幅跳び。で、登っていって、ほいほいと。こうすれば結構安全に行けるんだけど。よっ。これを素早く行く方法はないかな。今ので入って壁に触らないようにしてヒップドロップみたいな、そういうこと？よっ。あ、なるほど、正確に回数入れないといけない。なるほどな。うん、6回分ボタンを押してみたいな感じかな。にゃおん、にゃおん。というわけで、さあ2回目をクリアして、うん、いいね。なんかこの画面めっちゃ黄色いな。さあ戻ってきました。いやー大変だった。うん、猫マリオの固有アクションを駆使する。結構そのワープした後に壁の方に張り付こうとすると、一瞬こうジャンプする、そのホップするところがすごく面白いというか勉強になりましたね。あれはなかなかびっくりしたというか、あれを駆使しないとこう落っこちちゃって死んじゃうという、なかなかスパルタ的な教育でしたけど、非常にためになったというか、これを使って何か違うコースで楽できるかもしれないと思えば、かなり勉強になったと言えなくもないでしょう。よし、さあというわけで一旦戻って、じゃあ一旦ここで区切っておきたいと思います。さあ、それじゃあ次のコースはこちら。さあ再びリンマリオさんの作られたマグマでコイン集め、スピードラン20秒。さあ20秒スピラの第3弾、コインや矢印を頼りにゴールを目指して。とコインを集めていくってのは分かるけど、マグマということはどんどんピンチになっていくってことかな。まあそもそも時間が20しかないけど、じゃあ頑張っていきましょう。ベストタイムが結構20ギリギリだね。うん、じゃあ頑張っていきましょう。さあマグマでコイン集めというからには、何かマグマに関係するテクニックがあるかも。お、お、え、ん、え、あー、なんかガリガリが置いてある。よっ、もうなんとかしてからゴールっていうところは、もうまずそこが見、え、